こんにちは、体の枝十万円勝負です。今日は2022年の2月13日、時刻は2時23分になります。現在の枝コインの値段は 120.8 ということで、また110円台が見えてきちゃいましたね。はい、こちらは今15分足ですけど、お昼から、ずっと122円前後で触れてるということですかね。はい、こちら、そうですね、124、下が120ということです。はい、日足ですとね、やっぱ下げトレンドそのまんまですよね。ここでちらっとね、どうかなと思ったんだけど、はい、この75日平均線はね、なかなか上向くことがないです。じゃあツイッターの方見ていきたいと思います。はい、リョーマさんです。上がっても下がってもおごらず、憂いず、ただただ良いものは良いと声を出し続けると、その積み重ねが魂となり、上へ上へと押し上げる力となると信じるぜよということですね。はい、じゃあ信じましょう。で、その下ですね、その信じる根拠となっているんでしょう。体のエイダープルタス歴史的なプレートに近づくと、体のエイダーはその取引能力最も根本的な増加に近づいている。新しいアップグレードプルタススクリプトはネットワークのより多くの計算資源を活用できるようになる。パフォーマンスはどんどん上がるぜよと。はい、記事です。最大のステーク、プレイホープステークネットワークであるカルダノは、取引能力の最も急激な増加に近づいています。新しいアップグレードによりプルタススクリプトはネットワークのより多くの計算リソースを活用できるようになります。プルタスメモリーユニットのブロックあたり、これじゃあと何て書いてあるのかな。はい、プルタスメモリーユニットの2月14日のブロックから、56メガに達すると、制限が達すると。カルダノブロックチェーンソリューションの背後にあるソフトウェア開発スタジオである IOG ですね、が共有する公式発表によると、その重要なパフォーマンスアップグレードが最新の段階に入りましたということですね。2月14日ということなので、今のエポックが終わるところからですね。はい、こちら、すべてのプルタスクリプトは、1250万台というのは、カルダノエイダブロックごとに1400万個のメモリユニットを利用することができます。そのためカルダノ総 CPU 容量はブロックあたり5600万メモリユニットに設定され、このまたはそのダップによって同時に実行される4つのプルタススクリプトをサポートする予定です。更新プログラム展開をしてアクティブ化すると、 IOG チームは次のエポックネットワークでパフォーマンスチューブを監視しますということで、処理能力が増えるということですね。はい、場所の一環だということです。はい、そしてもう一個、エイダの価格が宙に浮いたままカルダノが取引アクティビティでビットコインを追い抜くと。ブロックチェーン部品会社によって提供されたエイダによるデータによると、過去24時間で調整されたトランザクション量、それぞれ 171.5 億ドルと 151.1 億ドルに関してカルダノはビットコインを打ちまかしたということですね。はい、どん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 採用が増えているということですね。はい、もう一個、リョーマさん、仮想通貨取引所 FTX A だと Atom の、現物上場投票を実施ということで、これこの間ちょっとお伝えしたんですけど、ここがね、出てくると、CM とかもね、大谷さんのあれで面白くなってくるかなと思ってます。はい、生涯一講師さん、何度も聞かせていただきます。ナップさん、多い、サンデスワップで流動性提供どういうことでしと、私ですね。はい、動画作ったので見て、まずはどんな感じか、大きな流れをつかむことが大事。ついでにね、コータがいろいろなウォレットを使ってどう管理して触れてみたよと、これとセットで 言ってくれてるので、非常になんか分かった感じがしましたね。はい、動画はこちらということで、これをつけておきます。サンデースワップ流動性提供っておいしい、ウォレットはどう管理していると、はい、そして今のサンデースワップのウォレットの話は、このエダラボさんもね、ちょっとツイートされていて、既存のイニウォレットからサンデスワップイールドファーミング、ポジションズにデポジットして APR218% 稼ぐ方法ということで、1000エイダでやってみたよということですね。はい、でこちら、画面もこのように出してくれてますので、ね、参考にしていただけるといいかなと。はい、そのナップさんですね、 YouTube 登録者数0から始まったわけで、1人登録いただき、2人、5人、8人、10人、牛の歩みのようにゆっくりなペースでやっておりますが、そんなもんで1000人まで来ました。ありがとうということです。おめでとうございます。ナップさんもだいぶ長い、期間やられてますからね。はい、おめでとうございます。はい、でそのナップさんですけど、分かりすれば分からないから、翻訳機が好きではない、英語は時間にかけても直接聞いたり読んだりするということでね、動画2本をひたすら勉強したと
いうことで、本当に前ちょっとねノートをたくさんこう積み上げている写真をツイートされてましたけど、本当に勉強されてますね。だから知識が、ある人って言っちゃっていいのか分かんないですけど、どんどんねつけてい、かれている、オペレーターの方なのでね、勉強させていただいてます。ありがとうございます。はい、ミスタービットコインさん、この NFT が2370万ドル、27億3700万円で売れたそうだと、もはや一般人には理解できないということですね。はい、私も一般人です。はい、もう一つ、日本人で仮想通貨を持っている人は207万人と、人口の 1.6%、我々まだマイノリティらしいと、3年後のパーセンテージが楽しみだということですね。はい、1.6%、207万。これはあれですね、おそらく1億人に対してっていうことですよね。だからまあ普通にどうだろうな、こういう投資をやってる人っていう面でいくと、多分その 3% とか 5% とかになってくるんじゃないかなと思いますけどね。だからそう考えると、マイノリティっていうか、そう、もうだんだん一般的になってきたなっていう感覚を僕は覚えましたけどね。はい、FX ユッキさんっていうんですかね、ロシアとウクライナの問題に関して相場も絡めていくつか質問をいただきましたが、これはばっかりは分かりません。さまざまな情報ソースを教えてくださったりする方もおり合いがいですが、基本的にはとても高度な政治情報戦が繰り広げられている最中ですということで、これ、ずるずるっとあるんですけど、おそらく結論というか最後に目通しましたけども、ロシア、ウクライナで経済制裁とかね、そういうのがいろいろ話題になって実際される可能性も高いんですけど、あまりね、効かないんじゃないかと、なぜならもうクリプトがあるからということですよね。なので、クリプトがあるので、経済制裁効かないということで、それが、例えばクリミアじゃなくて、キプロスか。キプロスで2013年ぐらいでしたっけ、キプロスの金融危機の時にビットコインが、使われて、で話題になってビットコインが上がったということがありましたよね。でそれの大国版と、大国のロシア版という意味合いじゃないかなっていうふうに言われてるのが趣旨かなと思うんですけどね。そう考えるとまた、仮想通貨が注目を浴びるタイミングが来るということでしょうね。はい、猫の分離さん、ガチエグいやつ来たと、ブロックチェーンエクスプローラーから取引利益をまとめて抽出するコードを書いてみたということで、エグいやつが来たって言ってるんですけど、カルダノの中ではおそらくこれってもうありますよね、ソフトがね、ソフトっていうかそのアプリの中で、プールツールとか、そういうのができると思ってるんですけど、そのレベルだったらね、で話をしてるんだったら、このイーサレムの話されてるんですけど、この方イーサレムよりカルダノの方が進んでるっていうことですよね。はい、ちょっとそういう理解でいいかどうかはちょっと分かりませんけど、はい、ビットタイムズブロックチェーン暗号資産ニュース週刊まとめと、はい、その中にビットポイントでADAの板取引可能にという記事が、ね、ありました。ビットポイントは2月10日に同社が提供しているビットポイントプロのサービスでカルダノADAの取り扱いを開始したと、今回が初ということで、8日にはカルダノ基盤の分散型取引所 DEX サンデースワップが実施しているイニシャルステークオファリングの報酬受け取りが、ドリップドロップと呼ばれるサイトから請求できるようになることも報告されていますというような、取り上げ方でした。はい、あと今ちょっと出てきたやつですけど、ビットコインのハッシュレートが1日で 30% 爆発し史上最高値ということですね。はい、どんどん参入してきていると。なので発達しているのがカルダノだけじゃなくてね、ビットコインも結構来ているよと。はい、もう一つ、バインダイナムコが独自の1億3000万ドルのメタバースを構築、IP 価値を高めることができるのかということですね。はい、このような、見覚えのあるキャラクターが抱えてるんですね、バインダイナムコって。で、ここが入ってきたら、いろんなことがね、考えられるというか、プランができると思うし、いっぱいね、もうみんなこの辺は、なんだろう。分かってるのですぐ入ってくる人がね多いんじゃないかなと思います。はい、まだこういうのでも人を呼べるんですね、こんなのね。はい、では値段に戻りまして 121.24 円ですね。はい、14,012.9×121.24 円で元本が10万円ですので、計算しますと159万8924円のプラスということになりまして、
1598.9% のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。